今日は もちろんご承知かと思いますけれども、この度の、普天間の施設問題をめぐる、自民党のいわゆる方針転換と申しますか、事実上の公約撤回というふうに私どもは、受け止めさせてもらってますけれども、市長もかつてもちろん在籍されてた沖縄県連が、普天間の県外移設を求めるとしていた公約、方針を事実上撤回されております。もちろん県連所属の国会議員の5人の議員の方針転換というのはその先にあったわけですけれども、これまで我々のインタビューにも市長お答えくださいまして、残念ですとか、失うものも多いのではないかとかいろいろとご指摘されてますけれども、改めてこう全体的に振り返って今回 の, その自民党の公約撤回、方針転換についての受け止めからお話しいただけますでしょうか。私は県民大会ですね、県外施設の、はい、その時にも一文は入れてあるんですよ。それは何だったかというと、沖縄側にも弱さがあると、これにしっかり対応していかなければならないということで、いろんなところでその一文は必ず入れてあるんですね。県民大会の決議、決議の僕の挨拶の中で、ね、教科書検定の時にも多分入れてると思うんですね、なぜかというと今日までのいろんな一つの中でね、なかなか県民が一つになるということは、簡単ではない。特に、保守側の方においてね、この問題に関しては、大変、今日までも厳しいものがあったわけで、しかし一連の流れの中でね、県民が一つになって東京要請行動なども本当に一つの漏れもない形でね、やってきた中でありますから、県連がこういう形になるというのは一定程度予測はしておりました、してはおりましたけれども、このまたやり方がね、中央の方からの強い圧力でもってですね、だん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 変わってきたということについては、県民の今日までのいろんな話、寂しい思いというものを先頭に立ってね、この入り口を開けていかなきゃならない人たちが最初に降りてしまったのでね、これは大変残念だったなというような気がしますね。公約という意味からしてもやっぱり公約は、よく新聞紙上にあるように政治家の命ですから、これを変更するためにはね、大変な思いとですね、理解がなければできるわけはないので、そういったこととも、ある意味で自分一人というか一人一人 の, その政治家が自分で判断をしてね、その弱い方向に行ってしまったということも県民に対して申し訳ないなと。県民がこれだけ期待と、それからまたその結果が厳しいことになるかもしれない、政治家が先頭で転んでしまったというようなことはね、これはもうあるべきことではなかったなというふうに思っております。今もある程度党側から、党中央から党本部から圧力がかかるということは予想されたというようなご指摘ございましたけれども、今日は来るにあたって市長が昨年朝日新聞ですとか東京新聞とかインタビューに答えた、もう一度読ませていただきましたけれども、その時にもご指摘されてて、当時は民主党政権ですけれども、沖縄の民主党議員も普天間の県外移設を主張したから党本部とねじれて言いづらくなったと、もし自民党政権に戻ればああなるんだよと仲間に言ってますと、自民党の拘束力の強さは民主とは違うと、県外移設やオスプレイ撤回などを言えば党は容赦ないと、もうある意味で予言されてたわけですけれども、最近のコメントにもそういう意味では想定内ということもおっしゃってましたけれども、この党側 の, その圧力というのはある程度当初からその予想されていたと、ということですけれども、その上で我々も正直予想を超えるスピードというか、もう少しこういろいろと時間がかかるのかなと思っているところ、ダラダラダッときたような印象があるんですけれども、今回のさ、その党本部なり、あるいは総理官邸といってもいいかもしれませんけれども、あるいは安倍政権といいますか、その公約をこう強引にこう、変えさせていくようなこの手法というのは、改めてどのようにお感じになりますか。日本という国が日米同盟、日米安保体制、そしてその中にある日米地域協定、その中で根本的に生かされているというのは、安倍内閣含め、
自民党12分に招集しているということですよね、うん、その意味からすると沖縄の置かれている位置というものがですね、日本国にとっては生命線になっていると、うん、生命線になっているところには深い愛情と理解と包容力でもって物事をやればいいのに関わらず、ある意味で圧力でもって、ね、押し付けていくと、そういうことがですね、むしろ日本という国の安定に対して、ね、大変、厳しいものを、ね、突きつけてきたのではないかなというふうに思っていますね、うん、であと何だったかな、うん、まあ、この安倍政権のやり方というか今回の手法というのは、まあ、まあ圧力と一言で言えば簡単なんでしょうけれども、率直にどんなふうにいろいろお感じになるのか。だから、まあ、石破幹事長が5名を後ろに従えてね、辺野古を含むあらゆる可能性というような記者会見をしたというようなところに、ね、僕はもうあの写真はね、相当の年数ね、記念すべき写真としてね、うん、残る記録すべきだね、うん、記録すべきね写真として、残るだろうなというふうに思ってます。あれに如実に現れているように、うん、やはりさっき言った日本国の生命線というものをですね、沖縄というものの中に求めるときにはもう前のめりになって、うん、安倍さんも日本を取り戻すと、うん、あるいはまた戦後レジームの脱却というようなことを言ってるんだけれども、うん、私が前々から言ってるように戦後レジームからの脱却じゃなくて沖縄に関しては、ね、死守してる、うん、連合戦後レジームを、ね、死守してる感じがするんですね。それから日本を取り戻す中には沖縄が入ってない、うん、いわゆる日本と一体となった中ではね、この日本国の維持がね、難しいというようなものをですね、国側が自ら露呈をしているようなところがあって、私はこれから以降のね、日本の国のあり方というものについて大変危惧してますね、うん、はい、生命線とおっしゃるのは要するに沖縄に基地を置いておくという。そうですね、日本の安全保障を日本国民全体で考えるということではなくて、沖縄だけに押し付けておいて、うん、で戦後の27年間も平和を保ってきたと言ってるけれども、しかし戦後の27年間も沖縄側からするとベトナムに行ってですね、いろんな形に関わってきてるわけで、憲法9条もさることながら沖縄側が日本の不をね、拉致外の中で受け入れていたからこそ、うん、日本という国が、ね、平和であったんだということのですね、ものについての認識が、大変弱い、うん、そしてその後復帰してからも沖縄でこれだけの過重の、ね、基地負担をさせている中に、日本国は9条で守られているとかね、日本は戦争を、ね、しないんだというようなね、いろんな幻想というか虚構みたいなものにね、うん、日本国民が安住をしてしまって、そして日本国民の努力でもってね、平和を維持されたというふうに思ってるけれども、私から見ると戦後68年間一貫して、沖縄でね、その部分を日米同盟という枠の中で、そのやらされたというかね、させられざるを得なかったというようなところにね、日本という国の今日までの歩みのね、ちょっと虚構性がね、あると思います、うん、まあ、その沖縄の犠牲のもとになり立っている虚構だということですね。そうですね、まあ、ご指摘だった石破幹事長と5人の国会議員のあれは我々も見ていて、まあ、人によるとその琉球処分の増田処分官に謎を得た方もいらっしゃいましたけど、あれ相当多くの人がね、琉球処分だという言葉をね使いますね、あちこちその日のうちの話なんですが、なんかそうらしいねなどと言ってる時に、大体多くの人がね、まるで琉球処分だったねというようなものはね、やっぱり県民等しく感じたところじゃないですかね。そうですね、みんなうちに通してやっぱり沖縄からするとこう屈辱的なこの光景に映りますよね。それも沖縄を代表する国会議員ですからね、県民の不安やね、不信感、寂しさ、そういうものをね先頭に立ってね、ある意味で自分の身を犠牲にしてもね、うん、頑張らなきゃいけない人がね、ああいう写真を撮られたんだよね、まあ、県民は行く場所はないですよね、うん、まあ、その今回そういう形で国会議員が、まあ、方針転換で、まあ、県連もそうなって、まあ、その今後の影響という意味では、まあ、市長もよくご指摘されました王道沖縄の民意、これが心一つという民意世論に変化があるのかどうかというところが気になると思うんですが、市長はこの先そういう沖縄の民意に何がしかの影響あるいは変化が終わりかと思うんですが、はい、これはもう当然、今年の1月27、28で、ある意味で絶頂を、ね、極めたというか、いわゆる大野沖縄の、ね、形としてはこれ以上ないものを、ね、作り上げて東京要請行動したんですが、
まあ、東京側は一個でもしなかった、うん、で私はこれもさっきの天然が公約を撤回したということと同じように、いろんなところでインタビューに答えて、もうすでに 2,3 年前から話をしている言葉は20万人が集まったって今度は一個だにしませんよと、うん、私たちはこの、ね、無理解無関心の中で、ね、孤独な戦いをしていかなきゃならないですね。またこれはまた続けなきゃいけないと、この寂しさみたいなものがあんた方に分かりますかってね、よくあの本土のマスコミが、ね、うん、沖縄いつまで戦うんですかって、ね、うん、聞くのよね、どうせ一過性じゃないですかって言うんだね、うん、ちょっと僕はその一過性という話、あるいは沖縄いずれ転ぶんだろうなって話をすると、うん、自民党政権に戻ったし、ね、この人たちにいつも言ってるのはね、あんたこの沖縄県ね、140万人の人がね、毎月1回10万人の集まり打てるのかと、あんた方の中央市にね、1000枚までしてね、1ヶ月に1回上ね、その沖縄側の主張をね、やるような金もないんだよと、うん、そうして沖縄側がね、今日までね、自らの力で教科書検定みんな頑張ってきて、うん、あんた方はまるで他人事のようにね、やってるでしょうと、それを他の都道府県がやったところありますかと、100分の1ですよと、何事も全てはね、この100分の1がね、今日までいろんな形で強いられてきたものにね、自ら忍耐強くね、一生懸命努力してきたことについてね、あなた方に言われる筋合いはないよと、他のどこの都道府県がね、うん、沖縄県のようにね、これだけね、忍耐強くね、一生懸命ね、人権も含めてね、あるいは日本の国の在り方まで含めてね、意見を言い続けてきたところがあるかと、これは結果的には100分の1が故に、物理的にはとても小さい力だから、金や支援しないけれども、精神的な強靭さから言ったらね、沖縄はどこの都道府県にも負けませんよと、こういうような気持ちを話してるんですね、うん、だからこういうことのこれからのオール沖縄の、ね、あり方というのもやっぱり県民には、ね、その誇りと、ね、自信を持ってもらいたい、そして、先人のいろんな廃藩置県含めね、うん、戦争中の出来事ね、戦後の21年間先人はね、これよりもっと苦労をしてね、県民の命、生命を守ってね、安全を守りながら頑張ってきたので、誇りも守りながらね、私たちは今そういった先人たちが築いてきたからこそ、今の沖縄の、ね、文化も、そして県民の、ね、強さも、みんな素地として出てきてるわけで、この素地を、ね、しっかり、ね、生かしていくということがね、これまでの長い歴史に応えるという意味でもね、あるいはこれからの21世紀の子や孫に伝えるという意味でもね、今ここは踏ん張りどころだと、うん、でその踏ん張りどころの言葉としては何が一番大切かというと、冷戦構造は沖縄基地がある家に、本土の方は、この細川連立内閣ができたときに、液状化してね、もう保守革新というものがどんどん出て変わってきたんですよ。小沢一郎さんとか、畑幸雄さんとか、あの時出て行ってますからね、石破さんも出て行って10年後に戻ってきたことだから、そういった液状化があるんだけども、沖縄は冷戦構造があった、その基地の名残でもってね、ずっと4、5年前までね、捕獲がもう歩み乱れておったんですよね、相対立しとったわけですよね、その中で今回の県外移設ということについては、教科書検定の時もそうですが、だん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 それを、ね、乗り越えてね、県民が一つになってね、主張するようになってきた、そしてその極めつきが、今年の1月の27日18日の東京要請法、でそこで、まあ、県連が、あるいは本当自民党の国会議員が、変わってしまったわけだけれども、それでもその所持はね、生きているので、那覇市議会があるように決議をしたように、それから多くの県民がね、県外移設というものを強く望んでいるようにね、私たちはこの気持ちを推し進めるためには、一つの、まあ、スローガンだろうかしいけれども、もうイデオロギーじゃないですよと、アイデンティティですよと、保守も革新もね、それぞれ、ね、今日までの、ね、県民を守ってきたという意味では、立場はその違ってきたけれども、それぞれね、僕はよく言うんだが、革新側から言うと保守にね、生活を守ってくれてありがとうとか、米英信仰とかね、それが保守はね、革新の側でね、人間の尊厳とね、誇りをね、県民の尊厳と誇りをね、守ってくれてありがとうと、両方が感謝し合ってね、今までは二重人格を強いられておったけどね、別れざるを得なかった、一緒になろうとしてもなりきれないものが要素がたくさんあってね、とも今やっとこの数年でね、一人の心の中でね、尊厳とね、経済振興とね、そういったものを持てるようになったので、これがアイデンティティ、沖縄の将来の子や孫にね、そういった分断した気持ちではなくて、両方しっかりできるようなものを持って始めてね、沖縄のしっかりとした将来があるし、なおかつ沖縄がしっかりすれば日本が変わる、沖縄問題を蓋しておいてね、日本が取り戻すことができないのでね、やっぱり沖縄問題をしっかりとね解決をして、日本が
アジアの民主主義国家としてね、簡たるものになるというようなことからするとね、国益と権益は本当はねじれてないんだよね、ただただ目の前の恐怖心で、日米安保体制の恐怖心でもってね、沖縄はもとにかく押し付けておいてね、安泰を安心を得ようとするから無理が生じてきてるんですね。このように思いますね。だからこれからはやっぱり県民の心を一つにするためには、イデオロギーではなくね、アイデンティティを大切にして、そしてそれぞれが通り通り区ではなくて、腹八分腹六分でね、最大公約数の 0.6% に 74% はいらないというね、この部分をね、お互いが構築する。その中に個別的に普天間の県外施設があるし、辺野古は認めないというようなことがあると思うんですね。そういう意味では今後も沖縄はその普天間にもお話ありましたけど、あの、県外移設要求して、まあ、県内移設は認めないというその立場というか、その要求はやっぱり貫くべきだと。そうですね、僕は県連も国会議員も普天間の危険性除去が、ね、大切だと、だから辺野古を含む、ね、このあらゆる可能性は否定しないという話なんですが、菅官房長官などは県外移設はありえないと言ってるわけですから、ね、ありえない、とんでもない。ですからこの言葉はある意味で遊び言葉であるんですよね、確かにね、いわゆる県外移設はありえないと言ってるのに、辺野古を含むあらゆる可能性と言ったらね、辺野古以外しかないでしょう、だそういったようなこととを普天間の危険性除去でもってね、そしてそれを固定化という形で結びつけて、県民に恐怖心を煽ってね、それじゃもうしょうがないかというような考え方にさせてるんだけれども、僕が思うのはこの辺野古にね、移設ができない場合にはもう自ら政府自らが社会的危険性があるから、この危険性除去しなきゃいけないというわけだから、辺野古を認められなかったらね、普天間飛行場でね、日米あるいは安保体制、日米同盟安保体制のね、この乗っけるということは砂上の楼閣に乗っけるようなもので、何か一発事故が起きたらね、日米同盟が崩れるということなんですよ、ということは辺野古が認められないということは普天間にそうか認められなかったかと、じゃあもう世界一危険性があるけれども私たちはそこにいておきましょうねなどという話はね、これも逆説的になってね、できない話になってると思う。海兵隊側は、そうすると海兵隊はね、むしろ自らのものも含めてね、辺野古がダメだったら出ていかざるを得ない、いやじゃあ僕ら普天間にねあと30年も40年もいとくよって言ったら、もう世界的に世界一危険性のある飛行場といって自らも認めている飛行場ですからね、だから言えられるわけがないのよ、だから辺野古は何が何でも作りたいというのが抵抗から、その意味ではね、県民からしたら辺野古は絶対作らせない、これ環境問題からしてもね、それから市民の安全からしてもね、できないというようなものがあるとすれば、さあできませんでしたどうしますかといった時に、おお言っただろう、できなかったら俺たちはね、普天間に居残るよということはできない、だから普天間の固定化というものはね、日米安保体制とね、日米同盟についてはね、大変この有識問題を生じますのでね、それから今の世の中の流れ、今日、バイデン、副大統領と習近平が話し合っている中でもね、やっぱり米中のね、大国としてのね、これからのお付き合いの仕方のね、話をしているわけでね、猛スピードで世の中進んでいってるんですよね、10年、20年ね、こんな形でね、基地が固定化されるということはね、ありえないと僕は思ってるんですね。だから今回はやっぱりこういった辺野古の問題に対してはね、しっかりとした県民はね、認識を持って、強い心でね、やらないと、ああいうそのじゃあ固定化させるよという、ね、プレッシャーに、ね、負けてはいけないと思いますね。今回はそのご指摘の固定化という、まあ、いわゆる脅迫関連メーター言葉に相当こう、まあ、自民党県連の議員の皆さんも、あるいは、まあ、今日はのうちの新聞にもありましたけど、まあ、宜野湾市長も菅原さんも理事長そういう考えを示されたとか、で固定化という政府側からのこの、まあ、脅していったあれなんですけど、そういう主張がかなりこうボディーブローのようになんか沖縄になってると思いますね。できてるんですけど、中山知事も固定化というのは政治家の堕落だって言ってるわけですよね、これはねまさしくその通りなんですよね、そして辺野古ができるまではまだ普天間いるというわけだからね、内外で10年はいるわけでしょ、10年は固定化でないのかという、ものもあるんですね、だから、まあ、佐喜眞市長も宜野湾市民のことを考えるとね、いても立ってもいられない気持ちになると思うが、今のままでも10年、順調にいってね、辺野古も OK です、どうぞお作りくださいって言ってね、でも、まあ、いろんな人たちがいますから、それも簡単ではない、ちょっと10年間は固定化されるというのは間違いないわけでね、こういったようなものと含めるとね、やっぱり危険性除去というプレッシャーもね、そう大した、ね、意味合いではないんですよね。
来年には返しますよって言ったら少しはね、もう着工したら辺野古着工して OK してね作らすような筋があったらあの送付店が出てきますって言ったらねまだほんの少しね、話は分かりますが、それでも10年もいますよと出来上がるまでね、そういったようなこととに、やっぱり身を委ねるというのはね大変危険性がある。で辺野古ができたらね立派な飛行場ができますのでね、オスプレイの100機ぐらいは配備するというのはもともと計画になっているようですから、うん、森本大臣の時にも公言してますから ね、この100機はね普天間飛行場が収容できないんですよ、それからあの激しいそのあれ何ですかね揚陸っていうから、それをやる時のその噴射がね普天間飛行場は耐えられない、それと辺野古でしかできないのでね、その意味では、日米両政府からしたら宜野湾市民の生命の安全というよりはね、やっぱり昨日強化されたところにね、移りたいということの方がね、強いのではないかなと、こういうふうにあの私は思いますね。市長ご指摘のように、その米中関係であるとか、国際情勢どんどん動いている、我々もそのワシントンでのうちの取材などでも、元アメリカの政府高官でさえも、あの辺野古だめなら代替案考えられていると、アメリカの専門家の間にもいろんな意見がある。いう中でその、まあ、日本政府はまだにその固定化ということを、まあ、いわゆるちらつかせて、まあ、辺野古か嫌ならそのまま残ると言っているんですけど、そういう意味ではまさに状況を見極めて沖縄が踏ん張りどころというのはそういう意味も終わりかと思うんですけど、そうですね、まあ、あの僕はよく論より証拠とかね、いろんな言葉を使ってね、まあ、あの政府ともいろいろ話し合ってきたわけですけれども、まあ、甘い言葉というか、あ例えば嘉手納なんにしても例えば那覇空港でいうと2022年またはその後でしょうね、それからオスプレイの運用は可能な限り市街地は飛ばないとかね、ヘリモードはしないとか、そういう逃げ道を作っておいてもうやりたい放題やってるわけだからね、そうするとそういったようなものが日米合同委員会で運用のやり方も決まりましたよって言ったら、その時はちょっと一歩前進って僕らも言わざるを得ないもんだからやるんですが、実態はそうではないということがあるので、これから以降基地の問題に関してね、いかにいい形で言っても辺野古ができてしまったら10年で占めるような基地になりませんからね、今まで68年でプラスどんなに少なくとも32年という意味からすると100年になるわけですよね。世界中でねこんなようなところはないわけで、まして民主主義の国家として世界に冠たる日本とアメリカですからね、この2つの国がねそういったようなものをね、放置をして、この世界の平和を守る極東の平和を守るなどと言ってもね、やっぱり僕はその国際社会からの、ね、信頼性みたいなものは弱くなるんじゃないか、まして辺野古に作ろうとする時のあの混乱を考えたりすると日米両国がね、失うものは大変大きいものがあるだろうなというふうに思いますね。その上であの、まあ今今日まあ県議会でも知事に答弁されて、まあ、改めて県外移設という立場は表明されたようですけれども、あの目の前にまあ辺野古の埋め立て申請の手続きがあの迫っております。知事はまあ昨日早くて今月末というようなことを答弁されてますけれども、まあ、あの事前のペーパーに判断内容は別にしてどのようなスタンスで判断に臨むべきだとお考えですかと、書いてございますけれども、まあ、もしあの可能でございましたら判断内容についてもぜひ市長からもご見解賜られればと思うんですが、知事はどのように対応するか、まあ知事に対応は、ね、僕からも申し上げることはないと思いますね。沖縄のこれだけの、苦労困難またいろんな情報等をみんな持ちながら知事がこれから判断するわけだから、これについては私から例えば直接言って知事こうしてくださいなどというようなことは、ね、ありません。ただ私は、まあ、同じ政治家として、また県との長市長としてね、今日までいろんな発言をしてきておりますから、いわゆる知事の情報の中の一つにはね、私なんかの考え方もね入っていると思いますね。でその中で、私の考え方です、ね、知事にそうしてもらいたいということで私の考え方とするとね、やっぱり今の沖縄県のオール沖縄、それから冷戦構造が終わってからの県民の心が一つにというようなことが実績としてこの数年代で築き上げられてきたと、これから以降もまず一定の多くはまだ残っているとこういうようなことをね、僕は1957年のねプライス勧告、あの時に冷戦構造にもうそろそろ入ってきたという時に、捕獲に渡れようとしている時にアメリカが強制接収した土地をね一括して購入しようとするものを県民がね全部反対して隠しも隠しもね、そして、撤回させたわけですね。あそこであの土地をねみんながしょうがないって言ってね、あの時はおそらく貧しいから100万200万というお金を渡されたらね、喉から手が出ることも仕方だろうけども、あれをノーって言ってね
やったのが今のそれぞれの基地で個人誘致、民誘致があるとか、いわゆるその個人の市民の県民の了解がなければね、あの基地は使えないようになってるんですね。あそこで上払っとったらね、もう国有地になってるわけだから、やりたい放題だったと思うんですよ。その意味からするとあの時の先人のね、大変苦しい選択だったというのはものの本で読んでね、もともと考え方はだんだん他に分かれて持ってるし、また例の自由主義社会か共産主義社会かというのはそういったものがある中での判断でね、やっぱりみんなが県民のね、その命である土地を守るんだというねことでまとまったものがこういうことになったということを考えると、僕がこの今回の基地問題に対してはね、10年後20年後の責任ある政治家、まあ、今で言えば30代40代ぐらいの政治家で、ね、沖縄県のその第一線でね活躍をするようになったときに、その沖縄県のね、いわゆる権利思い、そしてその主張ができるようなものをね奪わないでもらいたいというのが僕の考え方なんですね。だから、もしあの時に打っていたら僕らが今こういう主張ができないように、その今そういう形でね、県民の将来の判断をね、この重みを作らせない、例えば、今もって今度の東京衛生行動も一個だけされなかったんだけれども、僕らが沖縄の不発弾の問題とかねいろんな問題県連の幹事長をしているときに官僚なんかも東京行って訴えたりするとね、何て言われたかというとね、もう戦後何十年経ってるからまだ戦争の話をするかってね、上から目線で言う人たちだったんですよ、もう15年前からして、そうするとねこの基地問題は僕らがね理解ある態度を示したらね20年後オスプレイが落ちようがね他国にね、この攻めな、まあ、何か分からんけどやられた時にね、お前たちイエスと言っただろうと理解を示しただろうというような話になったりするとね、もう何も言えないと思うんですね、だからその辺のところは肌感覚で肌合いで僕らは分かりますのでね、この心配をね大変、してますね、そういう意味で将来に禍根を残せないような判断を、まあ、望まれる、もうこれはもう抽象的に言うとそういうことですね。それしか知事には僕からは意見としては申し上げられない。で、具体的なものは私の政治行動というようなものは別に知事に限らずですが、それぞれの政党もみんなご覧になりながらみんな思いをね、この中に一つ組み込んで、まあ、消してもいいし取り入れてもいいし、そういったものの中で生きていると思うんでね、もうそれで僕からすると十分ではないかなと。まあ、私の考えも入っていると思うと知事にはとおっしゃいましたけど、市長が仮に知事ならじゃあ不承認ですかね。僕は那覇市長で終わるという決意をしてるからね。もうこれはもうびくともしませんので、この話はまた別の機会ですけど、話ちょっと戻って恐縮なんですけど、ただその今回 の, その公約方針転換のあり方、まあ、中央からのプレッシャーも含めてやっぱり沖縄の保守の政治家、保守政界がやっぱり動揺というか、この先我々どういうふうに歩んでいけばいいのだろうという、かなりこう迷いもあると思うんですね。県民からはかなり昨日も議場でも県議会でもかなりこう親父が飛んだりとか、さりとて中央から相当なこう圧力をかけられると。で、沖縄の保守政治のあり方、保守政治家の歩むべき道というのでかなりこう、今回いろんな自民党の議員の皆さんも、まあ、那覇市議の今回の行動もありましたけれども、いろいろこう揺らいでると思うんですけれども、市長もは先ほどの話もありましたけど、沖縄は自分で望んだわけでもない基地を巡ってこう対立してきたと、まあ、まさに今回の来年1月名護市長選というまたそういう構造であるわけですね。その今党籍が離れていらっしゃる方もですね、まあ、自民党13年前に入りました。市長になられるときは離れていると思うんですけど、 これから の, その沖縄の保守の政治の歩むべき道、どういうふうにこの中央との今難しい、ある意味で戦後の中の一番難しい局面に差し掛かっているのかなと思うんですけれども、後輩の政治家たちにも何かこう指し示す意味での主張か何かそのあたり、僕は保守という考え方の捉え方になるわけだけどね、やはり自分の生まれたところに、ね、根ざして、その中でコミュニティも大切にしながら家族も大切にしながら
しっかりと政治的な、ね、意味合いを表していくということだと思うんですね。今だから内側口の普及なんかやってるんですが、やっぱり生まれたところの文化に誇りを持つことはとても大切 で、しかし私の内側口というのは那覇の内側口でね、だけれども家村もそうですね、元部もそうですね、それから宮古の石垣も伊良部も田村も与那国もみんな独自の島言葉を持ってますよね。でそれぞれ自分の生まれたところに誇りを持って、もう数百名しかいなくなったような島もあるけど、やはり自分はこの島で生まれ育ったというところに誇りを持ってね、小山国に伝えていきたいというのは当たり前のことなんですね。だこれをいわゆる保守というものがね、いかに原点においてね、政治をしていくか。ですから国際情勢というものは確かにイデオロギーも求められるところがあるけれども、日本国全体という意味からしてもそれぞれの都道府県があるので、やっぱりそういったその自分の生まれ育ったところを、ね、大切にする、そういったようなものの中から保守という考え方が、ね、出てきていると思うので、だから理念というよりは、むしろ実体験みたいなね、こういったようなことの方が、ね、大きな僕は素地を持っていると思いますね。だからこの沖縄に生まれてきた政治家というものは、その沖縄県民もね、包含をする、イデオロギーで分断をするのではなくて、ね、そういったことも含めて包容力を持ってね、やるというものが僕は保守の生命線だと思っているので、だから各種の皆さん方は今度は純真にね、その正しいと思うところをね、ある意味で命がけでね、明日からまで頑張るというね、この素晴らしさを持っているけれども、これで結果を出し切れるかということにつきましてはね、僕はやっぱ保守の側に身を置くものとしてはね、保守の方でね、そういったものを包含をしてね、そしてそれぞれが腹八分腹六分でね、それぞれの目的を、ね、達成をして、ある意味ではお互いに感謝をしつつね、原点は忘れないでね、原点は忘れないけれども、お互い感謝しつつね、沖縄県のためにね、頑張っていくというようなものが今の沖縄の政治家に求められていることだと思いますね。だどの政治家もそのつもりなんだろうけども、今回こういう形で講演を撤回したことを考えるとね、やはり、その沖縄側に身を置くならば、中央の分断とか圧力にはね、もう少しやり方があったのではないかなというふうには思いますね。今のお話の流れでいくと、ある意味もっと新たなこの枠組みというか政治的な勢力、まあ、言葉としては市長もお話になったかもしれないが、まあ、いろんな方が県民党だとか市民党だとかいう、今まではそういうフレーズで言ってきましたけれども、まあ、今回の自民党の公約撤回の部分で巷では市長が何らかの行動をするのではないかという噂も流れたように言ってますけれども、その、まあ、政治的な枠組み、沖縄の新たなこの政治勢力の再編みたいなという可能性も終わりだと。1月27、28まではそれはまだ出来上がってきたんですよね。だから各政党がね、それぞれの政党の使命感を持ってね、その政党に属して頑張るということそのものはね、まあ、僕は何も間違っていることじゃないと思うんで、沖縄にはこういう共通の課題があるので、この課題に関してだけはね、腹八分腹六分でね、日米安保賛成反対をみんなしっかり堅持してるわけだから、それをね、一つにしようなんていうのは無理ですよ。確かに沖縄は 0.6%、74% 置かれているわけだから、このような問題の傷に、まあ、ある意味でいじめでもあるしね、差別でもあるというような言葉が飛び交うわけだけれども、そういったものを解決して初めてね、日本国も民主主義国家としてね、簡単なものに生まれ変わっていくというか、すると、私たちの主張はね、間違いではないと。その間違いではないものの原点は、この沖縄の基地問題に関してね、今回は特に、ね、普天間の問題があるので、これに関してはね、絶対ダメだというね、しっかりとした認識を持つということが大切だと思うんですね。だそこに神道とかがあったりすると、これは沖縄県側からの、ね、分断を図るようなものでね、これは僕は、ね、やるべきことじゃないと思いますね。だから社大党も社民党も共産党も自民党も公明党も民主党もになりますね。でそのものはそれぞれの価値観を持ってるから、それぞれの公領にのっとって政党があるわけでね、その政党の、ね、ものまで奪ってまで、ね、一つにすると、ね、長持ちしません。だからこれはそのまんまいて、そしてこの問題に関して、ね、ちょうど東京報道で前首長前県議長が、ね、言ったように、だあそこまでは大成功なんですよね。でこれは、まあ、政府側からの圧力と、ね、分断の中に崩れるところがあったと、でそれは僕も想定内であるし、やはりかということであるんだが、ただし、まあ、ここまでやったことは初めてのことなので、ね、県民はもうそれね、少しね、体でね、DNA でね、受け継いだと思うんですよ。だこれからもいろんなことがあったりすると、捕獲の壁はね、捕獲の壁はもう、垣根がね、相当低くなってきて、低くなってきてるから、これからも試練がいろいろ来るだろうけど、低くなったところからね、もう少しね、強いね、広がりがね、できる素地を今回作ってる。
うん、そして、まあ、辺野古が目の前に迫ってますので、これについて改めて構築できるかというのは、まあ、ちょっと工夫もしなきゃいかんと思いますが、いずれにしろ長期戦の意味からしてもね、この今回の体験というものは、県民が初めてね、目から鱗を落としてね、私たちは県民同士が敵じゃなかったんだということだけをね、はっきり認識をして、それぞれがそれぞれに、ね、敬意を表するというようなものがね、措置がね、一定程度できたので、そうするとそのお互いがお互いをまだ100点満点じゃないけれども、信頼をし敬意を表するような県民が全部、考え方は違ってもみんな沖縄のことを思ってたよねというような感じでね、分かるような者同士で輪が広がっていくとね、何かが起きた時にはね、さあその輪はね、どこに向かうかというとね、自分たちの状況をこのようにしている人たちに向けてね、大きな声を上げるということになると思うんで、僕はこの数年間のね、出来事は大変大きな意義がある。そしてまだ残ってるさね、崩壊したわけじゃないのでね、まだ残ってますから、これをベースにしながら改めて県民は同じ県民同士で傷つけ合わないでね、やっていきましょうというのがね、大切だと思いますね。時間も過ぎてしまって申し訳ない。最後に1点だけ、市長の今のお立場からなかなか言及しづらいというのも承知ではなかったりしますけど、今のその本土と沖縄の流れにおいて、沖縄ではその独立という言葉も真面目に研究されるレベルでは論じられるようになってきて、まあ、それぐらいその基地問題をめぐる本土との対立状況というのが、まあ、深刻というか難しいというのを裏返しというのもあるかと思うんですけど、市長はかつてのインタビューでも前原代議士からなんかになでしこ入場にあんたよりも涙流したというような発言もされてますけれども、もうこの独立という現状が沖縄から出てきている状況、あるいはそれ自体の考え方についてはどんな考えを持っているでしょうか。だからね、沖縄の、まあ、よくアミン族と言われる言葉を使われるわけだけれども、置かれている立場がね、本当にはそういう意味では日本、韓国、中国、そういったところに遠距離に、ね、ある中でね、大変先人たちが苦労してきたわけですね。だけど、まあ、小さいながらもなんとかメンツを保ちながらね、頑張ってきたというね、そして文化を育んできた、小山をしっかり育ててきたというような、小さいながら首里城とかザキル城とかあるみたいにするとね、沖縄の偉大さがね、僕よくわかると思うんですよね。だからそういったようなことを考えると、私たちは沖縄というものに誇りを持ってね、やってるからこそ今回のことについてもね、まあ、マグマの海で吹き出してみたり、いろいろ頑張ってる心の中にはそれはあると思いますね。あると思いますが、私がなでしこジャパンとかで、この前は稀勢の里が白鵬をひっくり返したら、やっぱり僕は万歳を叫びましたね。これも全然嘘じゃないわけですよね。だけども基地がどうだ、尖閣がどうだといったら、この辺で該当する人たちはね、僕が習近平とね、懇意にして15年前から懇意にしててね、大変親しみがあるなというような、もういろいろなも出すでしょ。娘は中国に留学してるというようなね、そんなようなもん出番までね、流してまでやるようなところがあるから、まあ一部だと思うけど、本土の人は大体無理解無関心が8割なんだけども、その意識ある 1,2 割の人はね、やっぱりそういう形でね、沖縄をね、なんか押し込めておこうするものがね、ありますね。だからそういう押し込めていこうとするようなものに対してはね、やっぱり僕らはね、沖縄側の歴史も踏まえて、私たちのアイデンティティも含めて主張をしなきゃいけない。で、主張のあり方はやっぱりこの独立とかね、そういうことよりも今の時代の流れの中ではね、やっぱり同種制度というようなものを、まあ、一括交付金等も沖縄は先にフロントランナーとしてさせてもらってるわけだから、同州制度をね、沖縄にね、まず他の46都道府県みんなビクビクしてね、同州制度を作るとね、どうだあれという、まあ、いろんな心配事がありますね。沖縄はね、27年間のね、あの苦しみを考えたらね、単独でね、同州制度で走らされてもね、僕は県民はね、動揺しない、大変懐の深いね、ものを持ってると思うので、まあ、そういったところからね、沖縄の在り方というものを日本国の一員としてね、もっと可能性を引き出して、特にアジアとか南米なんかに行けたら沖縄はピカイチですから ね、このピカイチの沖縄がね、日本の安全とか外交に資することもあるでしょうしね、この部分をもっとだから本土の側に、包容力と愛情があればね、そのように生かしていけると思うんだけども、今はもう要塞としか考えてないからね、要塞などというのはね、我々はもう一発で戦争したら勝っても負けても終わりですよ。特に沖縄は終わりですよ。本土は無傷で残るかもしれないけども、沖縄は全部終わりになっちゃうんで、これはもう勝ち負け以前の問題ですよね。だからそういったことと考えたりすると、やっぱり、まあ、基地問題の解決とね、同州制度、これをね、沖
時のあれは早めにね単独州としてね、させてもらいたいなというのはありますね。わかりました、ありがとうございます。